大正シニア劇場、谷志さん。はい、私、磯野谷志。前回は入団するとき、グローブはどうしたらいいのっていうお話だったわね。今回は、バットはどうするの、中島くんの相談に乗るみたい。では、続きをどうぞ。そうそう。ほんでな、磯野、バットはどうしたらいいかな。バットは打順で変わったりせえへんから勝ってもええんちゃうか。中島、お前はほんまに何も分かってへんやつやな。ほな聞くけど、バット選ぶ基準って何や、どんな種類がある。え、金属バットとか木製バットとかちゃうん。それだけか。いいか中島、グローブと違って分かりにくいかもしれへんけど、バットにも長さや重さ、重心の位置とかミートポイントの大小、いろんなポイントがあるんや。どんなんが自分に合ったバットか選べるか。どんなん選んだらええんかようわからんな。わからんで当たり前や。いろいろ試しみんとな。大正シニアにはチームバットがあるから、バットを持ってなくても大丈夫や。チームバットや先輩のバットを借りて自分に合ったバットを探していったらいい。なるほどな。それでもマイバットが1本欲しいならおすすめは竹バットや。竹バット？竹バットはな、見た目は木製バットと変わらへんけども、木製バットと違って折れにくい、そしてリーズナブルや。折れにくくてリーズナブル。ほんでな、竹バットはな、練習用にうってつけやねん。まあ、どういうことかというと、竹バットとか木製バットは芯でしっかりボールを当てへんかったらボールが飛ばへんねんや。で、芯を外すと手がめっちゃ痛いねん。芯でボールを捉えてるっていうのは分かりやすいわけやな。だから芯でボールを当てる練習にうってつけっていうわけや。竹バットか、ええこと教えてもらったな。いや、やっぱり持つべきはいい友達やな。友達？俺の友達はボールだけや。